やなチャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのはアウトサイダー仮面ライダーシリーズの8弾仮面ライダーエボル、今日は見ていただきたいと思います。もうね、見てください、足元から綺麗な塗装に入っていきます。上から順々にいきましょう。仮面ライダーエボルでございます。これね、もうまさか白が出るんじゃないかと思いますけどね、ぜひ出してほしいなと思います。だから2つあったのかな、あの塗装用ってことでしょうかね。まあ私一応これ1個しか買わなかったんですけどね。まあ今回ほら、あの目玉があるじゃないですか、あれをちょっと頑張りたかったんで、でもこのエボルもかなり激いいですよね。まあまあ大体メインはフロントだと思うんです。はい、メインは見ての通りの、黒になってますけど、これ色塗ったらもっとかっこよくなるんじゃないかと思います。全くシンプルではありますが、この箱と同じポーズを取ってみました。手首パーツを変えてるんでね、こういった感じのポーズなんですけど、まあたかが腰に手を当ててるだけかもしれませんが、これも結構エボルのイメージがかなり強いような感じがいたします。あら、こんなところにちゃんと塗装してあるんだな。ほんとこれね、走行の時シールを貼るの大変でしたからね、これが全部塗装で済んでんだから本当に、そういう意味でこの衝動の方は魅力がいっぱいです。全く今回武器がない、キャラなんで、こういうポーズを取っていくしかないなと思って、今度は裏面のポーズを取ってみましたね。指が微妙に違うんですよね、どっちがどうなのかというよりは少し指の中、まばらな動き方が違うことも言っておきましょうかね。でもこれもかなり、あの変えていくだけでもかなり、エボルのイメージがつくんじゃないかと思います。肩のパーツがこの胴体とくっついてるんですよね、この部分ですね。だからあんまり肩はこう上げるにはこれが限界なんですけど、これがまあ想像だと結構ね、あの可動域があるんで、そういうちょっと勝手の違いがあるのが、あの色と想像と衝動の違いが出ると思います。比べてみたかったんですけど、すいません、ちょっとどこにあるかわからなかったんで、今回は衝動のみでお送りさせていただきました。いかがだったでしょう。ちょっと今回ちょっと短めでございますが、これで終わりたいと思います。またはショート動画の方でも頑張っていきますので、こちらの仮面ライダーエボルよろしくお願いいたします。ぜひともチャンネル登録、高評価、コメントの方、お待ちしております。